幽霊、江戸川乱歩。辻堂の,のやつ、とうとう死にましたよ。腹心の者が多少手柄顔にこう報告したとき、平田氏は少なからず驚いたのである。もっともだいぶ以前から彼が病気で床についた切れたということは聞いていたのだけれど。 それにしても、あの自分をうるさくつけ狙って、敵を。あいつは勝手にそう決めていたのだ。撃つことを生涯の目的にしていた男が、キャッツのどてっぱらへ、この担当をぐっさりと突き刺すまでは死んでも死にきれない。と、口癖のように言っていたあの辻堂が、その目的を果たしもしないで死んでしまったとは、 どうにも考えられなかった。本当かね平田氏は思わずその腹心のものにこう問い返したのである。本当に何にも。私は今あいつの葬式の出るところを見届けてきたんです。念のために近所で聞いてみましたがね、やっぱりそうでした。 親子二人暮らしの親父が死んだのですから、息子のやつかわいそうに泣き顔で棺のそばへついていきましたよ。親父に似合わない、あいつは弱虫ですね。それを聞くと、平田氏はがっかりしてしまった。屋敷の周りに高いコンクリート塀を巡らしたのも、その塀の上に、 ガラスの破片を植え付けたのも、角長屋をほとんどただのような家賃で巡査の一家に貸したのも、屈強な二人の書生を置いたのも、夜分はもちろん昼間でもやむを得ない用事のほかはなるべく外出しないことにしていたのも、もし外出する場合には必ず書生を伴うようにしていたのも、それもこれも皆、みな ただ一人の辻堂が怖いからであった。平田氏は一代で今の大信頼を作り上げたほどの男だから、それは時には随分罪なこともやってきた。彼に深い恨みを抱いている者も二人や三人ではなかった。と言ってそれを気にする平田氏ではないのだが、あの反狂乱の辻堂老人ばかりは、 彼はほとほと持て余していたのである。その相手が今死んでしまったと聞くと、彼はほっと安心のため息をつくと同時に、なんだか張り合いが抜けたような寂しい気持ちもするのであった。その翌日、平田氏は念のために自身で辻堂の住まいの近所へ出かけて行って、 それとなく様子を探ってみた。そして、腹心の者の,の報告が間違っていなかったことを確かめることができた。そこでいよいよ大丈夫だと思った彼は、これまでの厳重な警戒を解いて、久しぶりでゆったりした気分を味わったことである。詳しい事情を知らぬ家族の者は、日頃陰気な平田氏が、にわかに快活になって、 彼の口からついぞ聞いたことのない笑い声が漏れるのを少なからずいぶかしがった。ところがこの彼の快活な様子はあんまり長くは続かなかった。家族の者は今度は前よりも一層ひどい主人公の憂鬱に悩まされなければならなかった。辻堂の葬式があってから3日の間は何事もなかったが、 その次の4日目の朝のことである書斎の椅子に持たれて何心なくその日届いた郵便物を調べていた平田氏はたくさんの封書やはがきの中に混じって一通のかなり乱れてはいたが確かに見覚えのある書籍で書かれた手紙を発見して青くなったこの手紙は 俺が死んでから、貴様のところへ届くだろう。貴様は、定めし、俺の死んだことを、小躍りして喜んでいるだろうな。そして、やれやれ、これで安心だと、さぞ、の々うのうした気でいるだろうな。ところが、どっこい、そうはいかぬぞ。俺の体は死んでも、俺の魂は、貴様をやっつけるまでは、 決して死なないのだからな。なるほど。貴様のあのバカバカしい用心は、生きた人間には効き目があるだろう。確かに、俺は手も足も出なかった。だがな、どんな厳重な締まりでも、スーッと煙のように通り抜けることのできる魂というやつには、いくら貴様が大金持ちでも、 策の施し状がないだろう。おい、俺はな、身動きもできない大病にとっつかれて寝ている間に、こういうことを誓ったのだよ。この世で貴様をやっつけることができなければ、死んでから怨霊になって、きっと貴様を取り殺してやるということをな。何十日という間、俺は寝床の中で、 そればっかり考えていたぞ。その思いが通らないでどうするものか。用心にしろ。怨霊のたたりというものはな、生きた人間の力よりも、よっぽど恐ろしいものだぞ。筆跡が乱れている上に、漢字の他は全部カタカナで書かれていて、随分読みにくいものだったが、 そこには、だいたい右のような文句が記されていた。言うまでもなく、辻堂が、病床で呻吟しながら、魂を込めて書いたものにそういない。そして、それを、自分の死んだ後で、息子に投函させたものにそういない。何をバカな。こんな子供魂の落とし文句で、俺がビクビクするとでも思っているのか。 いい年をして、さては奴も病気のせいでいくらか猛禄していたんだな。平田氏はその場ではこの死人の脅迫状を一生に伏してしまったことだが、さて、だんだん時が経つにつれて、何とも言えない不安がそろそろと彼の心に湧き上がってくるのをどうすることもできなかった。 どうにも防御の方法がないということが、相手がどこからどんな風に攻めてくるのだかまるでわからないことが、少なからず彼をイライラさせた。彼は夜となく昼となく、君の悪い妄想に苦しめられるようになった。不眠症がますますひどくなっていった。一方においては、 辻堂の息子の存在も気がかりであった。あの親父とは違って気の弱そうな男に、まさかそんなこともあるまいが、もしや親父の志を継いで、やっぱり俺を付け狙っているのだったら大変である。そこへ気づくと、彼は早速、以前辻堂を見張らせるために雇ってあった男を呼び寄せ、今度は、 息子の方の監視を命じるのであった。それから数ヶ月の間は何事もなく過み去った。平田氏の神経過敏と不眠症は容易に回復しなかったけれど、心配したような怨霊のたたりらしいものもなく、また辻堂の息子の方にも何ら不穏の形勢は見えなかった。さすが用心深い平田氏も、 だだんだん無益な取り越し苦労をバカバカしく思うようになってきたところがある晩のことであった平田氏は珍しくたった一人で書斎に閉じこもって何か書き物をしていた屋敷町のことでまだ酔いのうちであったにもかかわらず辺りは嫌にしんと静まり返っていた 時々犬の遠吠えが物寂しく聞こえてきたりした。これが参りました。突然書生が入ってきて、一風の郵便物を彼の机の端に置くと黙って出て行った。それは一目見て写真だということがわかった。10日ばかり前にある会社の創立祝賀会が催された時、 発起人たちが顔を揃えて写真を撮ったことがある。平田氏もその一人だったので、それを送ってきたものにそういない。平田氏はそんなものに大して興味もなかったけれど、ちょうど書き物に疲れて一服したい時だったので、すぐ包み紙を破って写真を取り出してみた。彼は、 ちょっとの間、それを眺めていたが、ふと何か汚いものにでも触った時のように、ぽいと机の上に放り出した。そして、不安らしい目つきで、部屋の中をキョロキョロと見回すのであった。しばらくすると、彼の手が、おじおじと今放り出したばかりの写真の方へ伸びていった。しかし、 広げてちょっと見ると、またぽいと放り出すのだ。二度三度この不思議な動作を繰り返した後で、彼はやっと気を落ち着けて写真を熟視することができた。それは決して幻影ではなかった。目をこすってみたり、写真の表を撫でてみたりしても、 そこにある恐ろしい影は消え去りはしなかった。そーっと彼の背中を冷たいものが這い上がった。彼はいきなりその写真をズタズタに引き裂いてストーブの中に投げ込むと、ふらふらと立ち上がって書斎から逃げ出した。とうとう恐れていたものがやってきたのだ。辻堂の執念深い怨霊が、 その姿を表し始めたのだ。そこには、七人の発起人の明瞭な姿の奥に、朦朧として、ほとんど写真の表面いっぱいに広がって、辻堂の不気味な顔が、大きく大きく映っていたではないか。そして、その萌えのような顔の中に、真っ暗な二つの目が、 平田氏の方を恨めしげに睨んでいたではないか。平田氏はあまりの恐ろしさに、ちょうど物に怯えた子供のように、頭から布団を引っかぶって、その晩はよっぴてブルブルと震えていたが、翌朝になると太陽の力は偉いものだ。彼は少しばかり元気づいたのである。 そんなバカなことがあろうはずはない。ゆべは俺の目がどうかしていたのだ。強いてそう考えるようにして、彼は朝日のカンカン照り込んでいる書斎へ入っていった。見ると残念なことには写真は焼けてしまって跡形もなくなっていたけれど、それが夢でなかった証拠には、写真の包み紙が 机の上にちゃんと残っていた。よく考えてみると、どちらにしても恐ろしいことだった。もしあの写真に本当に辻堂の顔が写っていたのだったら、それはもう例の脅迫状もあることだし、こんな不気味な話はない。世の中には利害の利というものがないとも限らないのだ。 それともまた、実は何でもない写真が、平田氏の目にだけあんな風に見えたのだとしても、それでは、いよいよ辻堂の呪いにかかって、気が変になり始めたのではないかと、一層恐ろしく感じられるのだ。二三日の間というもの、平田氏は他のことは何も思わないで、ただ、あの写真のことばかり考えていた。 もしや、どうかして、同じ写真屋で、辻堂が写真を撮ったことがあって、その種板と、今度の写真の種板とが、二重に焼き付けられたとでも言うことではないかしら。そんなバカバカしいことまで考えて、わざわざ写真屋へ使いをやって調べさせたが、無論そのような手落ちのあろうはずもなく、それに写真屋の台帳には、辻堂という名前は、 一人もないことも分かった。それから一週間ばかり後のことである。関係している会社の支配人から電話だというので、平田氏が何心なく卓上電話の受話器を耳に当てると、そこから変な笑い声が聞こえてきた。うふふふふ。 遠いところのようでもあり、そうかと思うと、すぐ耳のそばで、非常な大きな声で笑っているようにも思われた。こちらからいくら声をかけても、先方は笑っているだけだった。もしもし、君はバツバツくんではないのかね平田氏が感触を起こして、こう怒鳴りつけると、 その声は、だんだん小さくなって、う、う、う、と、すーっと遠くの方へ消えていった。そして、何番、何番、何番、という交換手のかんだかい声が、それに変わった。平田氏はいきなりがちゃんと受話器をかけると、しばらくの間、じっと一つところを見つめて、身動きもしないでいた。 そうしているうちに何とも形容できない恐ろしさが心の底からじりじりとこみ上げてきた。あれは聞き覚えのある辻堂自身の笑い声ではなかったか。平田氏はその卓上電話機が何か恐ろしいものででもあるように、でもそれから目を離すことはできないで、後じさりに そろそろとその部屋を逃げ出すのであった平田氏の不眠症はだんだんひどくなっていったやっと眠りついたかと思うと突然気味悪い叫び声を立てて飛び起きるようなこともたびたびあった家族の者は主人の妙な様子に少なからず心配したそして医者に診てもらうことをくどく勧めた 平田氏は、もしできることなら、ちょうど、幼い子供が、怖いよ、と言って、母親にすがりつくように、誰かにすがりつきたかった。そして、この頃の怖さ恐ろしさを、すっかり打ち明けたかった。でも、さすがにそうもなりかねるので、なあに、神経衰弱だろう、と言って、家族の手前を取り繕い、 医者の診察を受けようともしなかった。そしてまた数日が過ぎ去った。ある日のこと、平田氏の重役を務めている会社の株主総会があって、彼はその席で少しばかりおしゃべりをしなければならなかった。その半年の間の会社の営業状態はこれまでにない好成績を示していたし、 他に別段心配するような問題もなかったので、ただ通り一遍の報告演説をすればことは済むのであった。彼は、百人近くも集まった株主たちの前に立って、もうそういうことには慣れきっているので、至極板についた態度口調で話を進めるのであった。ところが、しばらくおしゃべりを続けているうちに、 無論その間には、聴衆である株主たちの顔を、それからそれへと眺め回していたのだが、ふと変なものが目に入った。彼はそれに気づくと思わず演説をやめて、人々が怪しむほども長い間、黙ったまま棒立ちになっていた。そこには、たくさんの株主たちの後ろから、 あの死んだ辻堂と寸分違わない顔がじっとこちらを見つめているのだ。上述の事情でござりまして。平田氏は気を取り直したように一段と声を張り上げて演説を続けようとした。だがどうしたものか、いくら元気を出してみても、その気味の悪い顔から目をそらすことができないのである。 彼は、だんだんうろたえ出した。話の筋も、しどろもどろになってきた。すると、その辻堂と寸分たがわない顔が、平田氏の老狽をあざけりでもするように、いきなり、にやりと笑ったではないか。平田氏は、どうして演説を終わったか、ほとんど無我夢中であった。彼は、 ひょいとお辞儀をしてテーブルのそばを離れると、人々が怪しむのも構わず部屋の出口の方へ走って行って、彼を脅かしたあの顔の持ち主を物色した。しかし、いくら探してもそんな顔は見当たらないのだ。念のために一度上座の方へ戻って、元の位置に近いところから株主たちの顔を一人一人見直しても、 もう辻堂に似た顔さえ見出すことができなかった。その会場の大広間は人の出入り自由なあるビルチングの中にあったのだが、考えようによっては偶然聴衆の中に辻堂と似た人物がいて、それが平田氏の探したときにはもう立ち去った後だったかもしれない。でも世の中にあんなによく似た顔があるものだろうか。 平田氏は、どう考え直してみても、それが、瀕死しの辻堂の、あの恐ろしい宣言に関係があるような気がして、しようがなかった。それ以来、平田氏は、しばしば辻堂の顔を見た。あるときは、劇場の廊下で。あるときは、公園の夕闇の中で。あるときは、旅行先の都会の賑やかな往来で。 ある時は彼の屋敷の門前でさえ。この最後の場合などは平田氏は危うく卒倒するところであった。ある夜更けによそから帰った彼の自動車が今門を入ろうとした時だった。門の中から一つの人影がスーッと出てきて自動車とすれ違ったがすれ違う時に 実に瞬間の出来事だった。その顔が自動車の窓からひょいと覗いたのである。それがやっぱり辻堂の顔だった。しかし玄関についてそこに出迎えていた女性や女中などの声でやっと元気を回復した平田氏が運転手に命じて探させた自分には人影は もうそのあたりには見えなかった。ひょっとしたら、辻堂のやつ、生きているのではないかな。そして、こんなお芝居をやって、俺を苦しめようというのではないかな。平田氏は、ふとそんなふうに疑ってみた。しかし、絶えず辻堂の息子を見張らせてある腹心の者からの報告では、 少しも怪しむべきところはなかった。もし辻堂が生きているのだったら、長い間には一度くらいは息子のところへやってきそうなものだが、そんな毛振りも見えないのだ。それに第一おかしいのは、生きた人間にあんなにこちらの行き先がわかるものだろうか。平田氏は普段から秘密主義の男で、外出する場合にも、 召使いはもちろん、家族の者にさえ、行き先を知らさないことが多かった。だから、例の顔が彼の行く先々へ現れるためには、絶えず彼の屋敷の門前に張り込んでいて、自動車の後をつける他はないのだが、そのあたりは寂しい場所で、他の自動車が来れば、それに気のつかぬはずはなく、また、自動車を雇うにも、近くに帳場とてもないのだ。 と言って、まさか徒歩で後をつけるわけにもいくまい。どう考えてみても、やっぱりこれは、怨霊のたたりと思うほかはなかった。それとも、俺の気の迷いかしら。だが、たとえ気の迷いであっても、恐ろしさに変わりはなかった。彼は、果てしもなく、思いまどった。 ところがそうしていろいろと頭を悩ましているうちにふと一つの妙案が浮かんできた。これならもう確かなもんだ。なぜ早くそこへ気がつかなかったのだろう平田氏はいそいそと書斎へ入って行って筆を取ると辻堂の郷里の役場へあてて彼の息子の名前で戸籍謄本花布願いを書いた。 もし戸籍当本の表に辻堂が生きて残っているようだったら、もう閉めたものだ。どうかそうあってくれるようにと平田氏は祈った。数日経つと役場から戸籍当本が届いた。しかし、平田氏のがっかりしたことには、そこには辻堂の名前の上に十文字に主線が引かれて、上覧には死亡の年月日時間と、 届け書きを受け付けた日付とが、明瞭に記入されていた。もはや、疑う余地はないのだ。近頃、どうかなすったのではありませんかお体の具合でも悪いんじゃないんですか平田氏に会うと、誰もが心配そうな顔をして、こんなことを言った。平田氏自身でも、 なんだかめっきり年を取ったような気がした。頭の白髪も、一、二か月以前に比べると、ずっと増えたように思われた。いかがでしょう、どこかへ、保養にでもいらしってみては。医者に診てもらうことはいくら言ってもだめなので、家族のものは、今度は彼に転地を進めるのであった。 平田氏とても門前であの顔に出会ってからというものは、もう屋敷にいても安心できないような気がして、旅行でもして気分を変えてみたらと思わないではなかったので、そこでそのすすめを入れて、しばらくある暖かい海岸へ展示することにした。あらかじめ行きつけの旅館へ部屋を取っておくようにはがきを出させたり、 当座の入り用の品を整えさせたり、お供の人選をしたり、そんなことが平田氏を久しぶりで明るい気持ちにした。彼はいくらかわざとではあったけれど、若い者が湯山にでも行くときのようにはしゃいでいた。さて、海岸へ行ってみると、予期した通り、 しっかり気分が軽くなった。海岸の晴れ晴れした景色も気に入った。純朴な開けっぱなしな街の人たちの気風も気に入った。旅館の部屋も居心地が良かった。そこは海岸ではあったけれど、海水浴場というよりはむしろ温泉町として名高いところだった。彼は その温泉へ入ったり、暖かい海岸を散歩したりして日を暮らした。心配していた例の顔も、この陽気な場所へ現れそうにもなかった。平田氏は、今では人のいない海岸を散歩するときにも、もうあまりビクビクしないようになった。ある日、 彼はこれまでになく、少し遠くまで散歩したことがあった。うかうかと歩いているうちに、ふと気がつくと、いつの間にか夕闇が迫っていた。あたりには、広い砂浜に人影もなく、ドドンザー、ドドンザー、と、寄せては返す波の音ばかりが、思いなしか、 何か不吉なことを告げ知らせでもするように気味悪く響いていた。彼は大急ぎで宿の方へ引き返した。だいぶの道のりであった。悪くすると半分も行かぬうちに日が暮れ切ってしまうかもしれなかった。彼はテク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 と汗を流して急いだ。 後ろから誰かついてくるように聞こえる自分の足音に彼は思わずハッと振り返ったりした何かが潜んでいそうな松並木の薄暗い影も気になったしばらく行くと行く手の小高い砂丘の向こう側にちらと人影が見えたそれが平田氏をいくらか心丈夫にした早くあのそばまで行って 話しかけでもしたら、この妙な気持ちが治るだろうと、彼はさらに足を速めて、その人影に近づいた。近づいてみると、それは一人の男が、もうだいぶ年寄りらしかったが、向こうを向いてじっとうずくまっているのだった。その様子は何か一心不乱に考え込んでいるらしく見えた。 それが、平田氏の足音に気づいたのか、びっくりしたように、いきなりひょいとこちらを振り向いた。灰色の背景の中に、青白い顔がくっきりと浮き出して見えた。あ平田氏はそれを見ると、押しつぶされたような叫び声を発した。そして、 やにわに走り出した。五十男の彼が、まるでかけっこをする小学生のように、めった無性に走った。振り向いたのは、もうここでは大丈夫だと安心しきっていた、あの辻堂の顔だったのである。危ない。 夢中になって走っていた平田氏が何かにつまずいてばったり倒れたのを見ると、一人の青年が駆け寄ってきた。どうなすったのですあ、怪我をしましたね。平田氏は生爪を剥がしてうんうんうなっているのだ。青年はたもとから取り出した新しい判決で手際よく傷書に包帯をすると、 極度の恐怖と傷の痛みとでもう一歩も歩けぬほど弱っている平田氏をほとんど抱くようにしてその宿へ連れ帰った自分でも寝込んでしまうかと心配したのがそんなこともなく平田氏は翌日になると割合元気に起き上がることができた足の痛みで歩き回るわけにはいかなかったけれど食事など普通にとった ちょうど朝飯を済ませたところへ、昨日世話をしてくれた青年が見舞いに来た。彼もやっぱり同じ宿に泊まっていたのだ。見舞いの言葉やお礼の挨拶がだんだん世間話に移っていった。平田氏はそういう際で話し相手が欲しかったのと礼心とで、いつになく快活に口を聞いた。 同席していた平田氏の召使いがいなくなると、それを待っていたように青年は少し形を改めてこんなことを言った。実は僕はあなたがここへいらした最初からある興味を持ってあなたのご様子に注意していたのですよ。何かあるのでしょうお話しくださるわけにはいきませんかしら。 平田氏は少なからず驚いた。この初対面の青年が一体何を知っているというのだろう。それにしてもあまりぶしつけな質問ではないか。彼はこれまで一度も辻堂の怨霊について人に話したことはなかった。恥ずかしくってそんなバカバカしいことが言えなかったのだ。だから、 今この青年の質問に対しても、彼は無論本当のことを打ち明けようとはしなかった。だがしばらく問答を繰り返しているうちに、それはまあ何という不思議な話術であったか。青年はまるで魔法使いのように、さしもに固い平田氏の口を難なく開かせてしまったのである。平田氏が ちょっと口を滑らしたのが糸口だった。もし相手が普通の人間だったら、難なく取り繕うことができたであろうけれど、青年にはダメだった。彼は世にも素晴らしい巧みさを持って、次から次へと話を引き出していった。一つは、昨夜あの恐ろしい出来事のあった今朝であったためもあろうが、 平田氏はまるで自由を失った人のように話を逸らそうとすればするほどだんだん深みへはまっていくのだった。そしてついには辻堂の音量に関するすべてのことが余すところもなく語り尽くされてしまったのである。聞きたいだけ聞いてしまうと今度は青年は話を引き出した時にも劣らぬ 実に巧みな話術を持って、他の世間話に移っていった。そして彼が長座を浴びて部屋を出て行った時には、平田氏は無理に打ち上げ話をさせられたことを不快に感じていなかったばかりか。その青年がどうやら頼もしくさえ思われたのである。それから10日ほどは、 別段のこともなく過ぎ去った。平田氏はもうこの土地にも懲りていたけれど、足の傷がまだ痛むのと、それを無理に帰郷して寂しい屋敷へ帰るよりは、この賑やかな宿屋住まいの方が、いくらか居心地が良かろうと思ったのとで、ずっと滞在を続けていた。一つは新しく知り合いになった青年が、 なかなか面白い話し相手だったことも、彼を引き止めるのに預かって力があった。その青年が今日もまた彼の部屋を訪れた。そして突然変に笑いながら、こんなことを言うのだった。もうどこへいらっしゃっても大丈夫ですよ。幽霊は出ませんよ。 一瞬間、平田氏はその言葉の意味がわからなくてまごついた。彼のあっけに取られたような表情の中には、痛いところへ触られた人の不快が混じっていた。突然申し上げてはびっくりなさるのもごもっともですが、決して冗談ではありません。幽霊はもう生け取ってしまったのです。これをご覧なさい。 青年は片手に握った一通の電報を広げて平田氏に示した。そこにはこんな文句が記されていた。ご明察の通り、一切自白した。本人の処置、指図ここれは東京の僕の友人から来たのですが、この一切自白した。 というのは辻堂の幽霊いや幽霊ではない生きた辻堂が自白したことですよとっさの場合判断を下すいとまもなく平田氏はただあっけに取られて青年の顔とその電報とを見比べるばかりであった実は僕はこんなことを探し歩いている男なんですよ この世の中の隅々から何か秘密な出来事、奇怪な事件を見つけ出しては、それを解いていくのが僕の道楽なんです。青年はにこにこしながら、さも無造作に説明するのだった。先日あなたからあの怪談話を受けたまわった時も、その僕の癖で、これには、 何かからくりがありやしないかと考えてみたんです。お見受けするところ、あなたはご自分で幽霊を作り出すような、そんな弱い神経の持ち主でないように思われます。それに、ご当人にはお気づきがないかもしれませんが、幽霊の現れる場所が、どうやら制限されているではありませんか。なるほど、ご旅行先などへついてくるところを見ると、 いかにもどこへでも自由自在に現れるように思われますが、よく考えてみますと、それがほとんど屋外に限られていることに気づきます。たとえ屋内の場合があっても、劇場の廊下だとか、ビルジングの中だとか、誰でも出入りできる場所に限られています。本当の幽霊なら何も不自由らしく外ばかり姿を現さない。 だって、あなたのお屋敷へ出たって良さそうなものではありませんか。ところが、お屋敷へはというと、例の写真と電話の他は、これも誰でも出入りできる門のところで、ちょっと顔を見せたばかりです。そういうことは少し幽霊の自然に反してい,いやしないでしょうか。そこで僕はいろいろ考えてみたのですよ。 ちょっと面倒な点があって時間を取りましたが、でもとうとう幽霊を生け取ってしまいました。平田氏はそう聞いてもどうも信じられなかった。彼も一度はもしや辻堂が生きているのではないかと疑って戸籍謄本まで取り寄せたのだ。そして失望したのだ。 一体この青年はどういう方法でこんなにやすやすと幽霊の正体を突き止めることができたのであろう。なあに、実に簡単な軽くりなんです。それがちょっとわからなかったのはあまり手段が簡単すぎたためかもしれませんよ。でも、あのまことしやかな葬式にはあなたでなくともごまかされそうですね。 翻訳者の探偵小説ではあるまいし、まさか東京の真ん中で、そんなお芝居が演じられようとは、ちょっと想像できませんからね。それから辻堂が、辛抱強く息子との往来を立っていたこと。これが非常に重大な点です。他の犯罪の場合でもそうですが、相手をごまかす秘訣は、自分の感情を押し殺して、 世間普通の人情とはまるで反対のやり方をすることです。人間というやつは、とかく、我が身に引き比べて、人の心を押し量るもので、その結果、一度誤った判断を下すと、なかなか間違いに気がつかぬものですよ。また、幽霊を表す手順もうまくいっていました。先日、あなたもおっしゃった通り、 ああして、こちらの行き先行き先へついてこられては、誰だって気味が悪くなりますよ。そこへ持ってきて、戸籍討本です。ちょっと、道具立てが揃っていたじゃありませんか。それです。もし辻堂が生きているとすれば、どうしても腑に落ちないのは、大地はあの変な写真ですが、 しかし、これはまあ、私の見誤りだったとしても、今おっしゃった、行き先を知っていること、それから、戸籍謄本です。まさか、戸籍謄本に間違いがあろうとも考えられないではありませんか。いつの間にか青年の話につり込まれた平田氏は、思わず、こう尋ねるのであった。 僕も主にその三つの点を考えたのですよ。これらの不合理らしく見える事実を合理化する方法がないものかということをね。そして結局、このまるで違った三つの事柄にある共通点のあることを発見しました。なーに、くだらないことですがね。でも、この事件を解決する上には非常に大切なんです。それは、 どれも皆、郵便物に関係があるということでした。写真は郵送してきたのでしょう戸籍投本も同じことです。そして、あなたの外出なさる先は、これもやっぱり、日々の五分通に関係があるではありませんか <laughs> お分かりになったようですね。辻堂は、あなたのご近所の郵便局の、 配達婦を務めていたのですよ。無論変装はしていたでしょうが、よく今までわからないでいたものです。お屋敷へ来る郵便物も、お屋敷から出る郵便物も、すっかり彼は見ていたに相いありません。わけはないのです。封じ目を蒸気に当てれば、少しも後の残らないように開封できるのですから。 写真や投本はこういう風うにして彼が採掘したものですよ。あなたの行き先とてもいろいろな手紙を見ていれば自然わかるわけですから。郵便局の非番の日なり、口実を構えて欠勤してなり、あなたの行き先へ先回りして幽霊を務めていたのでしょう。しかし、写真の方は少し苦心をすれば、 まあ、できぬこともありますまいが、戸籍投本なんかがそんなに急に偽造できるでしょうか偽造ではないのです。ただちょっと戸籍里の筆跡を真似て書き加えさえすればいいのですよ。投本の紙では書いてあるやつを消し取ることは難しいでしょうけれど、書き加えるのはわけはありません。 万色のないお役所の書類にもちょいちょい抜け目があるものですね。変な言い方ですが、戸籍投本には人が生きていることを証明する力はないのです。古種ではダメですが、その他のものだったら、ただ名前の上に種を引き、上欄に死亡届を受け付けたことを記入さえすれば、生きているものでも死んだことになるのですからね。 誰にしたって、お役所の書類といえば、もうめくらめっぽうに信用してしまう癖がついていますから、ちょっと気がつきませんよ。僕はあの日に、あなたから伺った辻堂の本籍地へ、もう一通、戸籍謄本を送ってくれるように手紙を出しました。そして送ってきたものを見ますと、僕の思った通りでした。これですよ。 青年はこう言って懐から一通の戸籍謄本を取り出すと平田氏の前に差し置いたそこには古紙の欄には辻堂の息子がそして次の欄に当の辻堂の名前が記されていた彼は死亡を装う前にすでに隠居していたのだ見ると名前の上に主戦も引かれていなければ 上欄には隠居届を受け付けた旨記載してあるばかりで、死亡の死の字も見えないのであった。実業家平田氏の公有録に、素人探偵明智小五郎の名前が書き加えられたのは、こうしたいきさつからだった。